ちは強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイト。はい、今日は平湯温泉でダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーオープン。あー、いいですね。もう風が吹いて、てっきりさ、こっからまたがなきゃいけないのかってこういうことですね。開けた方が風入るよ。あ、いやー、すごい気持ちよかった。のぼせたらまたちょっとここでね、涼んだりとかも。あのさ、はい、京都のなんていうの、床っていうのかな、なんていうの、夏の京都は床床、床床っていうの、なってるから、知ったから、冷たいの行ってみてよ。あ、もう本当天然のクーラーみたいなですね。うわー、これ気持ちいいな。いや、これはいいよ。これ YouTube で紹介するのやめようよ。もったいないですね。ダメだよ、ちょっとこれね。今まで温泉ってどういったことか。北海道からね、九州が多分一番だなって番組持ってたから。ああ、あの3年間、はい、2週間に1回九州に行って、あ、そうなんです、日本撮りだったから。ああ、なるほど。九州6県の大体の温泉は行ったね。ただその中でやっぱり佐賀の嬉野温泉っていうのが、嬉野温泉ツルツルでぬるぬるで、はい、分かりやすくて、で周りが何もなくて、うん、これは好きだったね。あ、福井は黒川もいいんだけど、ちょっとこの孤島というか、そうですね、感じの透明なんですか。いや、あの白奥に濁ってる、ね、あれなんて、もちろん上海のお父さんお母さんも連れて行ったけど、ここは、ベスト5に入るんだ。おー、いろんな風景がいいんだね。あ、ありがとうございます。バスで来れるってのは嬉しいな。ダーマー。よし、よし、そうなんです、ね、貸し切りが2つありましてですね。でももうあのこちらも入りました。我々が入った友達もこちらも入りました。もう非常に人気の高いですね。そう、ここなんです、貸し切りが。そろそろ出る頃だから、はい、入れ替わりにちょっと覗いてみよう。あ、そうですよね。この度はね、まためちゃくちゃ気持ちいいんです。違う、ね、ここ違う。ぜひ入ってみてください。これおすすめでございます。あの変なとこ行くとさ、どっちで履いてもリバーシブルで履いてさ、親指なのか何なのかさ、豚じゃねえんだぞって、ちゃんと親指は親指にしてくれっていうところあるよね。そうですよね。やっぱりしっかりね、親指歴史があるんだ。いやー、いや、日本ですよね。うん、いや、上半期の疲れが吹っ飛ぶな。そうですね。これで後半頑張れるよ。ああ、いや、本当に頑張れる、頑張れるんだよ、頑張れるんだよ。もちろん貸し切り風呂もいいけど、あの大浴場なんていうの、あっちの方。あっちの露天風呂。露天風呂の方も、はい、かなり広いから。そうですね。この個室に限らずに。うん、ゆったりできるっていうから、夜は飽きて言うかな。ああ、いいと思いますよ。夜はね、その夏だと新緑の森の景色と、うん、あとライトアップされてるんですよ。ライトがこう当たってるんでね、これまたちょっと幻想的なね、景色で、ロマンチックな感じのね、見れますので、もっとすごいで星空がすごいです。星空がすごいですね。じゃあ夜は時計時間を決めずに、あったらあったで、あったら、そうですよね、あったらあったで、なんか合いそうだね。そうですよね。じゃあ5時半のビールで乾杯、楽しみに上がろうか。はい、ありがとうございます。ダーマー、どうですか今もうここにセリフオーダーみたいな感じで頼むよ。分かるか、今分かりました。やり方分かんないんだよ。ここですね、はい、はい、OK ですかね。すげえな。で、オプション表示、ついていけないんだ、ついていけないですよね。はい、
おお出てきましたね。おおおおだいまー。一応も頼むよ。はい。キリンラガー3本。いいね。キリンのラガー。中ラガーこれですね。うん、はい。3本。これ3本。1、2、3。はい。ドリンクバーが1。ドリンクバーが1。ほら、ドリンクバーになってきたんだ。あ、これだ。ドリンクバー単品。こちら食事セットですかね。うん、はい。で、牛ロースがおすすめなんでしょ。はい。じゃ牛ロースは4人前。ハラミ2。ハラミ2。こちらの。うわ、すごい。ハラミあるんだ。岐阜県産ハラミ。はい。これに。それでは、注文を確定しますので、OK をします。うん、はい。はい、ご注文。うわ、すげえな、ひらゆる。ビールなんてさ、はい、乾杯してゴクッと飲んで、はい、って言ったら、はい、2本つかしてる。かしこまりました。ありがとうございます。ちょっと酔いながらすみません。これはパンチルールで、こっからは自分を自分でってことで、はい、はい、ありがとうございます。アミ君、はい。あ、はい、ありがとうございます。パンチルールで、最初はあれで、あとは自分は自分。かしこまりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。じゃあ、私、行かせていただきます。はい。今回は、我々のプライベートな旅行に YouTube を絡めていただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。楽しい約3日でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい。コロナを使って。じゃあ、2本追加で。あうまい、ありがとうございます。うまい、中瓶2本追加でございます。ありがとうございます。だいまー来ましたね。あ、いい音ですね。うん、いい音ですね。うん、まずはやったからな。うん、食べたから。うん、ダキューのロースです。ダイマーッダイマーッハラミの俺たちと終わりなの。わ、ハラミ 2.5 枚くらい。おお、すごいボリュームだ。塩で食べるのと、うん、醤油わさびで食べるのと、タレで食べるって形ですね。じゃあまず塩で。はい、3種類。3種類。じゃあ俺が焼き菓子係にするよ。ありがとうございます。ありがとうございます。焼き菓子だ。うん、いいですね。職人の顔してます。放送席、放送席、ヒーローインタビューでございます。本日のヒーローは見事逆転ホームランを放ちましたパンチ佐藤さんです。どうもいかがですか今の気分は。ゲルシルまで飲みたいです。今日はドーン、大阪みなみで待ってます。タコマンで川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、ウノとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダイナマイ。ダイナマイ。もう広いですね。すごいですよね。すごいいっぱいありますね。まだパスタ行ってないですもんね。大浴場も2個あって、はい、すごいね。はい、あの我々の YouTube チャンネルをですね、あのご覧にくださってる方もですね、結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたらあのチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ね、いらっしゃると思うんですね。まだそんな人がいるの？教えてあげてよ。そうですよね。簡単なんだから。簡単でございますの。あのですね、あのまだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんですよ。うんうん、で、そこを
ピッと押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録終了でございます。わからない時はですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよピッそうですので、ね、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。